今日はね、見ての通りコイルをやっていきます。こっちはね、こっちが少し大きめで、こっちが少し小さめ。僕はちょっとフォイルのボードに関してはよくわかんない。まあでも、わかる限り説明していくと、これがね、主にここでなんか波を受け取って、これで後ろにボード、ここにね体重をやると浮かんで、これがね浮いて出てくるっていう仕組みです。だいたい出てくるのはここ、ここの面が出てくる。で、このボードはね NSP サーフフォイル DC フォイル、はい、5.6 フィート48リットル足をここに置いて、手がここ、あ、手じゃない、足がここ、前足がで、ここにやることによって、やっぱスケボーと同じ原理でこうやってね、ここでこうやってノーズが上がるわけですよ。だからこれで乗るって感じです。波に、以上、簡単な説明。今やってるボートに引っ張ってもらうんですけど、サーフィンとはまた違ったホイールサーフィンっていうんですけど、まあ、なんか違った感じでめっちゃ面白いんですよ。あー、ちょっとサーフィンとはまた別のね、ね、感覚で、まあ、そんな感じです。そんな感じです。では、行きまーす。って感じでベストを着てね。そうで、あの普通にちょっと上半身裸だと危ないんで、そう、まあ足も本当はウェットスーツとか着た方がいいんですけど。え、どこが危ないの？やっぱここら辺見ての通り尖ってるというか、まあシャープ、鋭いんで、そう、鋭いんで、ことがやっぱ勢いよく当たったら、まあ、サーフィンのフィンと同じで結構切れちゃう。なんかフィンがめっちゃでかくなったバージョンみたいな。そうそうそう。まあとりあえず行くか。行きましょう。じゃあそれじゃあ行ってきます。はい、あとで GoPro のちょっと練習してからでいい。えっ、一発目はきついな。何それ。じゃあまた行ってます。行きました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 。いいですよ。カッコつけてカッコつけて。おつい。頑張ってください。頑張ってください。タッチの初挑戦。イエーイ、絶対転ぶ。頑張れ転ぶ。大丈夫よ。グーゴー。ウー、飛んでくる。はい、うまい。リラックスして、リラックスして、ウーホー、ナイス。はい、あとリラックス、リラックス。はい、そんな感じだよ。そう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 、うまいうまいうまい。じゃじゃもさあ、感想は。そんな難しいんだよ。勝てるんだけど、こう上に上がった瞬間、わかる？言いたいこと。手に行っちゃう。手に行っちゃう。結構あれだよね、なんか浮いてる感あるよね。そう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 、めっちゃ浮いてる感ある。船に乗ってる感だよね。そうそうそう、なんか船の波が来て、こう上にこう上がった時みたいな。うん。そんな感じする。それ、船を船のまんまサーフボードにして。そうそうそう、そのままずっと浮かんでる感じだよね。価値難しい。これはすごいわ、本当に。うまい。こんにちは、編集者のラルフです。すいません、エンディングを撮り忘れてしまったんで、ここで一回動画終わりなんですけど、本当申し訳ございません。エンディングを撮り忘れました。また次回の動画を見てくれてありがたいです。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また。